アルゴノート。ファルナなど存在しなかった古代初期を舞台にした物語。童話、戯曲、風刺、今も数々の説話として受け継がれる一人の男の英雄譚。歴代の英雄の中でも圧倒的にひ弱で冴えない英雄。実在したかも定かではなく、道化などとも呼ばれることがある。しかし不思議なことに、彼を始まりの英雄とそんな風に呼ぶ者もいる。時代的観点から見れば、始まりという呼び名はふさわしくない。事実、彼が世に現れる以前にも英雄は存在している。ではなぜアルゴノートは始まりの英雄などと呼ばれるのか。あいにく語り部は俺じゃない。ふさわしい人物がいる。どうか教えてほしい。彼の軌跡を。偽らざる彼の真の物語を。これはとある滑稽な男の話。不相応な望みを持ち、幾多の思惑に翻弄され、それでも愚者を貫いた一人の道化の物語。どうか期待しないでほしい。ここに綴られているものはきっとあなたの望むものじゃない。そしてどうか語り継がないでほしい。ここにあるのは自己満足、語り部の決まり。ただ誰かに覚えていてほしいという私のわがままに過ぎないのだ。さあ、喜劇を始めましょう。風が鳴いている。感じるぞ、忍び寄る破壊の足音が。聞こえるぞ、恐ろしい魔物の咆哮が。現れたな、大いなる魔物よ。来るか、長き手を持つ巨悪の巨人よ。その方向、ここでついえると知れ。村の平和はこのアルゴノートが守る。神々よ、ご昇願あれ。英雄に至らんとする我が勇士よ、行くぞ。行くよ。私の友人を蔑むことは許さない。大いなる魔物の首、このアルゴノートが討ち取った。どうだ、見たか。こんなバ
何が大いなる魔物ですか。そんなものはいません。あれは風車です。羽車をあんなにボロボロにして村のみんなに怒られちゃいますよ。我が愛しの妹フィーナよ、お前の愛情表現は嬉しいが、ちょっと力強すぎない？愛情じゃありません、折檻です。どうするんですかこんなことして。そうかそうか、魔物の雄たけびだと思ったらそれは風の音で、巨人の手だと思っていたのは羽車だったか。実に私らしく、私ならではの顛末だ。ならば今日もつづろう、この英雄日誌に。魔物だと思ったら正体は風車、アゴノとは大敗を喫する、主に妹の手で。これでまた新たな1ページが刻まれた。笑いあり涙ありの私の活躍は後世に受け継がれていくだろう。イエイ。高価な本になんてくだらない落書きしてるんですか、バカ兄さん。またやってるぜあの兄弟。アルもフィーナも毎日懲りもしねえで、まったく。大陸の最果てに存在する大穴より魔物があふれ、世界は確実に滅びに向かっていた。世を救う神々などおらず、英雄も現れず、精霊だけが存在を信じられていた。そんな闇の時代、愚かな男はそこにいた。